ついに頼んでたのが来ました。どうしてもこれがね欲しくてね、全部で20万ぐらいの買い物です。じゃあ皆さん何だと思いますか。これこれが2個だね。どうですか。 OK、 もう1個それ作るわ。はい、ということでこんな感じでこれね、で買ったのがなんとダーン、アムステルダムのアクリル絵の具をいっぱい買いました。おすげえ、こうやってくんだね。もう全セット3種類、まあ別に販売するわけじゃないんだけど、誠に申し訳 ありませんが品切れです。おお、すげえすげえ。オキサイドブラック不透明、ジンクホワイト半透明、こんな感じで入った。これがホワイトジェッソ、ホワイトジェッソ、これがなんか2万円ごとに今ならキャンペーンでついてくるよみたいな。何トレーナーかと思った。ちょうど寒かったから。あ、ちょうどいいじゃん。どうですか。待って、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やばいね。まあ、なんで買ったかっつったら、いろんな人に聞いたんだけど、実際なんか、わかんないじゃん、その、いろんな色がないと。黄色のラインナップだけでさ、こっからさ、めっちゃあるじゃん。でもなんかその、半透明とか不透明とか、透明とかいろいろあるから、まあ、結局ちょっと全部やってみて、最後なんか自分が使いやすいやつとか、使いにくいやつとか多分出てくるから、多分8割はなんか使わないかもしれない。90色中25色ぐらいが多分使うメインだと思うんだけど、まあ、そのメインを選ぶためになんかそのいっぱいあった方が最初分かりやすいかなと思って。 OK ということで、今あのこれ全部色のサンプルのやつをまあこうやって留めて、今から色をここにセットしていきたいと思います。 OK レッツドゥイ。アゾイエローレモン、アゾイエローディープ、プライマリーエロー、チタニウムバフライト、ネーブルイエローグリーン、アゾイエローミニ、ネーブルイエローディープ、イエローオーカー、ローシェンナ、すごいね、名前考えた人すごいよね、これね。ジンクホワイト、アゾオレンジ、チタニウムホワイト、ネーブルスイエローレッド、ネーブルスイエローライト、ニッケルチタニウムイエロー、ゴールドイエロー、チタニウムハッパフディ、グリニッシュイエロー。オッケー、一箱目おしまい。パールバイオレット、パールホワイト、全部同じイエロー、パールグリーン、ブロンズだって、やば、絶対面白い。ピューター、パールバイオレット、グラファイト、パールレッド、パーマネントレッドバイオレットライト、やば、バーナメントブルーバイオレット、ディープゴールド、オキサイドブラック、リフレックスグリーン、コッパー、ブリリアントグリーン、パーマネントグリーンライト、イエローイッシュグリーンだ、やば、名前は。ニュートラルグレー、シルバー、シルバー、ライトゴールド、リフレックスオレンジ、プライマリーシアン、ターコイスグリーン、ウォームグレー、オリーブグリーンディープ、オリーブグリーンライト、マンガニースブルーフタ、ペイニーズグレー、ターコイズブルー、バンダイクブラウン、ウルトラマリンバイオ、クルシャンブルー、グリニッシュブルー、クルシャンブルー、ウルトラマリン、キナリクドントローズライト、フレッシュブルー、ピエールレッド、ナットールレッドディープ、トランスペアレントレッドミディアム、パパットモンチャ、ペルシャンローズ、ナフトールレッドライト。オッケー、こんな感じ。はい、ということでアクリル絵の具のやつ全部並べ終わりました。で、ちなみにこれが1本608円で、スペシャルカラー990円か、まあ、全部で約20万円分ぐらいのやつを買って、で、ちょっと練習しながらちょっと遊んでいきたいと思います。 OK ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。どうですか、なんかね、ちょっとね、何色使ってるんですかって質問あったから90色使っていきたいと思います。アディオスアミゴ。